はい、ちょっと本日星のカービィ夢の泉の物語のボス戦2つやっていきたいと思います。いや、ちょっとこれやろうと思ったのが、結構星のカービィのラスボス夢の泉の物語のナイトメアの結構難しいっていう風に動画でいろんなところで見るんですけれども、自分ラスボスのナイトメアの第2形態ではそんなに苦戦した覚えはないんですけれども、デデデとあの球体版のナイトメア、この2つには結構苦戦させられましたね。だからあの難しいってみんな言ってんな。ナイトメアの球体の方じゃないかなって思うんですよね。正直球体は時間制限もありますから、結構あれ悪戦するんですけど、でっかくなったバージョンのはそんなに難しいというイメージないんですよね、自分。難しいな、このデデデとナイトメアの球体バージョン。まあ多分難しいってのはそれのことを言ってんじゃないかなと思いますけど。まあ、ハイジャンプあれば割と楽にデデデは倒せるんですが。な。なずれた。なあ。もう一度。ああ、ナイトメア戦よりもナイトメアにたどり着くことすらできなくなってる。博物館の敵を吸い込んでコピーすることに点数は入りません。
なげしまったい。星吸い込んだかと思ったら。なあ。あれ。うん、くそがあ、ナイトメアにたどり着くことすらできない。三度目。ああ、やっと倒せた。で、レベル8。で、夢の泉にしたろと返そうとするカービィを必死で止める。でででで、この後に球体が現れる。いってらっしゃい。このスターロッドのチンってやる瞬間に、スターロッドというか、おっとい、まだこの2つ目までは大丈夫。問題はこれの3発目からだ。これからはこういうふうに
もここまで来たら、でナイトメア、このデカプツは正直多分アクションゲームの中で何発か当てる系のボスの中で一番楽に倒せるというか、自分がアクションゲームで初めてクリアしたのがこのゲームですからね。でナイトメア、でこの時に降りてくる場合はこうやってチョコジャンプで攻撃を与えられる。はい、でチョコジャンプの2回目の時はまあ正直これは1ダメージじゃもう勝てない。降りてくるときにはチョコジャンプのスターロッド出しで倒す、攻撃できるし、こいつはもうこの位置なら、はい、マックスジャンプで攻撃できる。今のも来た位置によってはマックスジャンプで攻撃できる。で2度連続で同じ高さで攻撃してくることはありませんので、こうやって倒せます。はい、と実はここ安全地帯という、あじゃあだだだい、うーんはい終わり。いや正直これ一番最初にクリアした時、球体の分でめっちゃくちゃ苦戦したのに、このでかい分が現れた時これより強いのかって身構えたら、逆にめっちゃ弱くて拍子抜けした記憶があるんですよね。夢の泉を取り戻すため一人戦ってきた星のカービィ、しかしデデダダヨーは悪気があって夢の泉にいたずらをしたわけではありませんでした。それは夢の泉に悪夢が現れたことから始まりました。ナイトメアと名乗る悪夢は夢の泉の流れに乗ってプププランドのすべての生き物を苦しめようとしていたのです。バイバーイ。デレレダイオは夢の泉の力の源であるスターロッドを隠すことによってナイトメアを封じ込めたのです。デレレダイオの力を借りてカービィは悪夢をやっつけました。スターロッドを泉に戻せばみんなの夢が帰ってくることでしょう。今日から枕を高くして眠りにつくことができそうです。確かもうちょいナイトメアを倒すのに苦労した場合にはあの竜巻攻撃が一回上に行った後に逆さになってナイトメアが降りてくるっていうパターンがあったはずです。バイバーイ。山内博士、サトル岩田、サトル茂、宮本、清水隆夫、桜井正宏、いやー斉藤武、橋口茂、橋村正、ポケットモンスターの茂の元かな。菅博明チーフプログラマー、羽生明夫、
葛西重信、阿部哲也、郡司照之、乙黒誠二、高橋よしき、鈴木よしき、いや、よしきとよしみか、安藤博和、石川純、三原聡、関秀俊、安倍政官。ああ、そういや、ない。ナイトメアじゃなくて。なんだっけ。さっきのアムロもあるやつなんだっけ。カービィはバイバイを吸い込んだ。いやー、結構ナイトメアのボスに苦しめられたっていう書き込み、YouTube の動画であるんですけれども、自分はナイトメアは本当に、さっきも言った通り、あんま苦戦した記憶がなかったんですよね。まあ、右端、左端の安全地帯を見つけたからっていう、あるかもしんないですけどね。